はい、おはようございます。ラスカルでございます。今回はですね、ちょっととある企業さんからお声掛けいただきまして、僕が監修開発するですね、夏限定のカレーを販売していただけるということで、本日はですね JR 市ヶ谷駅に来ております。ちょっとね、今回の細かいお話は後ほど店内でするとして、早速お店行っちゃいましょう。今回ですね、もう本当に駅目の前なんですけども、こちらカレーの王様というお店さんでございまして、今回ですねこれお世話になるカレーの王様というお店さんはですね、この市ヶ谷の地で何十年も営業されていて、もうねここら辺に働いている方ではご存知の、まあ、愛されてるねお店さんでして、カレーのお店ということでスパイスカレーから通常のこういったビーフカレーですとかポークカレーいろいろあるんですけれども、僕監修のね今回のメニュー夏販売ということで、ちょっとね夏限定のねさっぱりスッキリとしたスパイスカレーお願いしております。で今日なんですけれども、もうある程度試作していただいておりまして、今回はそれを試食会ということで、今回のこの試食会がうまくいけば販売になるんですけれども、まあ、早速ねちょっと店内の方に入って作っていただいた試作食べていこうと思います。はい、ということでですね、本日お世話になりますカレーの王様さんの店内に入ってきまして、ちょっとね正直このお店さんのカレー僕以前一度食べてるんですよ。アクシデンターズさんというね YouTuber さんと向こうの、コラボ動画をね撮影させてもらった時に、とんでもない4キロもあるねデフォルトのカレーをいただいてるんですけども、僕のねチャンネルの視聴者様はカレーの王様さんのデフォルトのねカレー見たことないよって方もいらっしゃると思うので、まずはその限定カレー試作する前に通常ね販売しているカレーもちょっと食べていこうかなと思います。いただきます。うわめっちゃうまそうということでですね、本日これ通常販売しているレギュラーメニューですね。こっちが通常のルー系のカレーですね。でこっちがスパイスカレーなんですけど、日替わりということで本日はナスとお肉のねこのひき肉のカレーとなっております。ちょっとねせっかくなんで通常の味をお届けするということで早速いただきます。じゃあそしたらせっかくなんでこの普通のルーの方からですね。前回ね僕もこのルーの方はいただいてるんですけど、これすげーうまいっす。いやこれよ、たまんなくないですか。あうまっやっぱうまいわここのカレー今回これ合いがけですけど、ご飯が全然足らないかも、ルーめちゃくちゃあるんで、うん、うまっ。通常の方も辛みじゃなくてこのスパイスのね香ばしい香りしっかりするので甘みもあるんだけどね、食べ応えがすごいのよ、米が一瞬でなくなる。じゃあちょっと次はこのスパイスの方ですかね。うわめっちゃうまそう。めちゃくちゃうまいですあ今回僕もねこのスパイス初めてなんですけど、うまー。そもそもこのスパイスカレーが香辛料もしっかりしてるんですけど、さっぱり感があるからこれでも十分夏用って言っても過言じゃないぐらいあのねスパイスカレー結構食べにくいイメージありますけど、なんかね爽やかで、うわーこれすぐなくなるなうまー。ただちょっとこんだけうまいベースの食べた後に僕が監修するスパイスカレーというか新しいカレーハードルめっちゃ上がりますねということでですね、ただいまこちら通常のレギュラー合いがけですね、一杯速攻です。あのねうまい、めちゃくちゃうまいです。ベースがねこんだけうまいので、僕がね監修させていただいたちょっとねいろいろと、こういうのがいいんじゃないかとかこういうのできますかとお話しした今回のカレーですので、早速次限定販売する予定のね試作いただきましょう。ありがとうございます。いただきます。うまそうということでですね、僕の監修限定カレー、こちらがですねグリーンカレーとトマトカレーでございますね。夏に向けてちょっとさっぱりとでもこってりとしたねそのカレーが楽しめるようなものを両方ね合いがけにしていただきました。でちょっとね細かいところ具材だったりとか、まあ、味付けに関してね今日またこの試作をいただいてご相談できればと思うので、早速ねまずは出来立ていただきます。まずはトマトカレー、うわトマトすごいな、あうまいな。
あ、うま。ミートの感じ強いな。トマトの酸味とお肉の旨味と濃厚なんだけど、確かに爽やかさはあるかも。うわ、ズッキーニうま。でも最初はお肉の甘みとかトマトの酸味くるんでまろやかかなと思うんですけど、こうどん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 後からねスパイスの辛みが追いかけてくる。うわ、気持ちいい。いや、このねカレーの王様さんは常にね限定のスパイスカレー販売しておりまして、やっぱりねいろんなレシピはねこの数十年やられているので、今回このいただいてるスパイスカレーも、まあ、口頭でねいろいろこうしてほしいああしてほしいってお話ししたんですけど、今日いろいろ言おうかなと思ったんだけど指摘ないぐらいうまいな。どうしようかな。ちょっとそしたらご飯なくなっちゃうんでグリーンカレーも行きましょうか。グリーンカレーの方はトマトと違って結構スープカレーよりとかサラサラだね。またこっちもうまそうだな。いただきます。うん、あ、好きなやつ。あ、めっちゃココナッツ。うまい。エビ絡めていっちゃいましょうか。これもうまいな。うわ、めっちゃうまい。どうしよう、言うことね。今回ねちょっとスパイスカレーではあるので辛さは出してほしかったんですけど、やっぱりいろんな方が食べやすいように辛くしすぎないでくれってお話をさせていただいたんですね。だからしっかりとね甘みもあるし抑えめではあるんですけど、そのカレーらしい辛さは後から来るので物足りなさもないし、ちょっとねここにですね今回の販売に際して、置いていただけるということで、このレモスコですね、調味料普段ないんですけど、これからこの限定販売した後には常時ね置かれるということなんで、このトマトの方に一旦レモスコ。うわうわ、絶対うまいなこれ。めっちゃ合うな、めっちゃ合うな。やっぱ最初はグッとうまみ強いので、後半に先ほどのレモスコかけていただくと味変になってちょうどいいかも。あ、どうしよう、お米が足らない。いろいろお伝えしたくて話に集中したらさ、どう考えても残りの量に対して米がなくなっちゃった。ちなみに、はい、合掛けの方は、はい、ご飯の大盛りとかってできるんですか？大丈夫。あ、大丈夫。あ、よかったよかった。じゃあ言うことないな。できなかったら大盛りできますかって言おうとしたんだけど、ないな。ということで、こちらですね試作しっかりと完食させていただきました。今ですね今回のこの限定メニューしっかりと食べさせていただいて、本当にね嘘偽りなくこのまんま出してもいいぐらい完成度の高い美味しいメニューだったんですけど、ちょっとこの後しっかりとですねこうした方がいいのかもしれないというお話ね、お店さんの方にもさせていただきながらですね、ちょっと後日、完全な完成品をまたちょっと後編の動画でね、撮らさせていただきたいと思います。後編パートはしっかりと正規メニューを大食いさせていただきますので、最後まで本日の動画お楽しみください。今、メニューの最終試作のお話済んだんですけれども、せっかくその一応僕大食い YouTuber としてやってね、限定メニュー販売するってことなんで、今回先ほどいただいた合掛けのみだけではなくて、わがまま言って2キロのねデカ盛りカレー作っていただけることになりました。それもね次回合わせてがっつりと食べていこうと思いますので、後編よろしくお願いします。はい、ということでですね、前回の試食会から1週間経ちました。前回ですね食後お店さんの方にですね、このスパイスカレーこういった方が僕好みかもしれませんとちょっと一つお話ししてありまして、で今回ですねその完成品ができたということなので、早速ですねちょっと皆様に実際販売提供されるメニューですね本日食べていこうと思います。おお、来た、ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。ということでですね、今回限定メニューとして販売されるスパイスカレー2種の合掛けですね完成しました。前回ですね試食させてもらったサイト変更点ということで、このトマトの方にはフライドオニオンがかかっていて、グリーンカレーの方にはですねレモングラスが増してあって酸味や香りが強くなっているということで、早速ですねいただきます。ちょっと基本ベースは変わっていない赤からですね、お肉とトマトの旨味が強かったからフライドオニオンのね揚げ感というか香ばしい香り絶対合うと思うんだよね。あ、うまいわ。あ、やっぱりこのカレーうまっ。
でもやっぱ個人的にはあった方が好きだな。うん、うめ、うん、ちょっとレッド食べきる前にグリーンの方も熱々いただきましょう。うわ、あ、うまっ。すごい個人的な好みにジャストめっちゃハマった。やっぱりベースは濃厚なグリーンカレーということで、ココナッツの香り、濃厚なね甘みのある香りが強かったんですけど、そこにねレモングラスの酸味と濃厚さと爽やかさぴったり、うまい。ちょっとこれあっという間になくなっちゃうな。うん、うん、うわ一瞬。ということでですね、今回のこの限定販売されるあいがきカレーね、完食させていただきました。ごちそうさまでしたなんですけれども、僕がお店さんにわがままでですね、大食いならではのデカ盛り限定メニューも作ってくださいとお話ししてまして、それもねこの後いただく予定です。忖度抜きで夏といえばのスパイスカレー、さっぱりとかつすっきりとするような辛みもあるけど、コク、うまみ、この濃度ねしっかりあったし、いやこれはマジでみんなに食べてほしい。うまい。はい、ということでですね、僕のわがまま要望からできました特製のデカ盛りカレーでございます。一皿がですね約2キロございまして、今回は2皿用意していただき、合計でですね4キロ僕の目の前にカレーがございます。実際はですねこちら一皿2キロで販売する予定ですけれども、早速いただきたいと思います。でこちらのね今回載っている具材がロースカツで、ミートボールにダージーパイ、あとはですね販売する際日替わりで変わるみたいなんですけれども、唐揚げとクリームコロッケが本日載っております。とりあえず具材なしでカレーですね。もうね具材を避けていかないとご飯とルーが出会えないんですけど、ベースがねうまいんで。うまっ。うん、前回試食会でね改めてこのルーもいただきましたけど、ベースがうまい。せっかくなんで代わりだねダージーパイいきますか。やっぱりこのトッピングカレーに合う、めちゃくちゃうめえ。そしたらこのカレーの王様さんでもね人気のトッピングになっているミートボールですね。うめえ。ちょっとこのクリームコロッケいっちゃいましょう。僕の中では揚げ物界トップで好きなんで。うん、うまっ。ちなみにね今日のこの一杯一品つきましては、ご飯ルーともにですね約 800g ずつで、残りが具材みたいな感じなんですけど、わがままで今回は2皿頼んでてよかったです。1皿じゃ全然足んない。これ今回2キロのデカ盛り作っていただきましたけど、いくらで販売予定なんですか。3980円で販売してます。2980円。通常のカレーでいうと3杯分以上は入ってる感じですよね、はい、だいぶお得じゃないですか。じゃあ皆さん、今回のこのデカ盛りメニューですね、ルーご飯ともに3杯分以上の量があるんですけれども、3000円切るお値段ということで、こんだけトッピング持ってるのに相当お得です。今回ね案件のお話をいただいてから、夏限定ということで最初にいただいたスパイスカレーのようなメニュー作りませんかと、まあ、お話をねいただいてからメニュー開発したんですけど、本当につい1週間前にせっかくなんでデカ盛り作りませんかとお話ししたところ、1週間でこれが販売される、いや本当にね改めてすごいことですよ。
もう一個がね、冷めちゃうといけませんので、こっからその一個黙々と食べちゃいましょう。うわ、ということでですね、ただいまこちら2キロのデカ盛り1皿完食させていただきました。これが、通常ですね販売される1皿分ということで、そのまま立て続けにかける2いきたいと思います。ちょっと卓上の方にですね、こちら唐辛子パウダーと特製スパイスがありますので、ちょっとねこの2種を使って2杯目は味変しながら楽しみたいと思います。まずはちょっと特製スパイスからですね。うわ、この特製スパイスうまっ。今回でですね、このカレーの王様さんのベースのカレールー食べるの3回目なんですけど、うめえ。初めてだけどこのスパイス試すのすごい合う。ちょっともうせっかくなんで半分はスパイスかけちゃおう。うん、うまっ。そしたらそろそろちょっとこっちの半分ですね、唐辛子パウダーも一旦試してみましょう。これはどう？あ、うまっ。うまい。やっぱ後掛けするとこの煮たりとか炒めたりする唐辛子の香りじゃなくて、このガツンと唐辛子のねこのいい香りがねダイレクトにきますわ。うん、うまっ。そしたらね、ちょっとこの辺りで味変ということで、食欲を増すためにこちらの福神漬け入れちゃいましょう。うまっ。やっぱうめえな。でもこれ最初に来た時平らなお皿だからさ、あれそんなに量ないかもって思ったんだけど、試し進めてくるとしっかりお腹いっぱいになってきたわ。そしたらこちらがですね、本日のデカ盛りカレー最後の一口ですね。ごちそうさまでした。ということで、ただいまですね、こちらカレーの王様さん限定で販売していただけるデカ盛りカレー、そしてあいがきカレーですね、2種類完食させていただきました。あいがきカレーに関しましては1200円、そしてこのデカ盛りカレーに関しましては1個2キロで2980円と3000円を切るお安いお値段で提供していただきます。今回の件に関しましてはですね、何回もお店さんとも打ち合わせをさせていただいて、試食会も重ねて作っていただいた、僕もですねがっつりとこのメニューに入って考えさせていただいた一品となっております。正直ですね、お店さんの可能な範囲を超えて結構僕がわがままを言ったんですけれども、せっかくですねラスカルさんとコラボして販売する商品なので無理でもやりますということで、かなりお店さんにも頑張っていただきました。今回のメニューに関しましてはですね、8月1日から販売予定となっておりまして、販売期間は約1ヶ月で、スパイスカレーに関しましてはこちら市ヶ谷の本店と、そして後楽園の方にある支店ですね、どちらも販売しておりまして、デカ盛りカレーに関しましてはこの市ヶ谷本店さんでですね15時以降の販売のみとなっております。ぜひですねこの機会にすっきりと美味しくいただけるあいがけのスパイスカレー、そしてですね普段の僕らが食べるようなデカ盛りは食べられないけれども、この2キロというね一般の方でもギリギリ
食べられるデカ盛りサイズでですね、お腹いっぱいになって帰っていただければと思います。それ以外にもですね、日替わりでスパイスカレー等も販売しておりますので、今回の限定のみならず、限定食べたその次の来店時にはですね、一般のデフォルトのメニューもいろいろと楽しんでいただければと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。